あの本当におめでたくて私今日ちょっと賭けをしてきたんですよね賭けっていうか私今日あの赤い服あんまり持ってないんですけどめでたいので赤を着てきたんですよこれで桃馬さん白着てくればいいなーって思ってたんですよ白紅白ですね平丸と同じだですよいいですね白地に赤お正月休めました いいいやややもう忙しいですねお正月うんんかもうずっと四六時中キッチンに立ってた気がしますねあそうですか僕お正月中ねずっと働いてたんですけどやっぱりああ普通のお仕事ただあのちょっとねやっぱ年取ったのかなサプリメントを夜ね眠る前に飲もうと思って飲んだんですよねそしたらのの飲み力弱いのかんとか分かんなくなって引っかかってええまずいなと思ってでもやばいなと思ったんですけどまあうまく出たんですけどもうんよかったですねこうや ああおじいちゃんと皮みたいな。でその後とねやっぱ年取ってんのかなんだかわかんないけど記憶力もおかしいのかなか知らないけどお腹減ってきちゃってお腹か減ったなと思ってああそうだ臓肉食べようと思ってお臓肉食べようと思って作り始めたんですけどちょっと待ってちょっと待ってってあんな薬一つで喉引っかかってんのに今持ち取ったら死ぬぞと思ってね。 はい、いや、たまたまでしょ、ま、いや、どうなのかな。飲み力弱くなる。<laughs> まあ、まあ、そうかもしれないですけど。はい、なんか、じゃあ、もうあれですね。歌歌ったり。はい、そういうので、喉鍛えたらいいんじゃない。ですかあ、なるほどですね。すっごいお上手なのでね。と、はいえー、んでもないです、えー、いつかお聞かせしましょう。<laughs> <laughs> はい、それでは、えー、今日のメニューを紹介いたします。はい、えー、まずは、今日の北海道。はい、最近起きた興味深いニュースをご紹介するコーナーです。そして、今日の特集。はい、はい、この火曜日のね。 ね、令和2年最初の特集、ね <laughs> えー、今回は世界はいろいろあるけれど <laughs> 日本復活日はまた昇る令和2年ということでこれはちょっとなんか明るい特集かなと私期待してるんですけれども、はい、以上の2本立てでお送りいたします、はいはい、チャンネルさくら北海道は道民による道民のためのインターネット放送です。 常に皆様と共に歩んでまいりたいと思いますので、支援のほど、どうぞよろしくお願い,いします。よろしくお願いいたします。ということで、私たちはチャンネル桜北海道を応援してくださる皆様を大募集しております。はい、チャンネル桜北海道は大企業や組合、宗教団体などからは一切支援を受けておりません。 北海道民国民一人一人に支えられて日本の国益を根底にした番組を制作しております他のテレビ局では報道されない北海道民日本国民にとって本当に大切な情報を常に考えながらこれからも番組制作をしてまいりますので皆様のご支援ご理解のほどどうぞよろしくお願いいたします,いいしますということで具体的なご支援の方法です、はい、チャンネル「さくら北海道」では100人委員会を立ち上げております。 賛同者広告主といたしまして毎月一口一万円の会費を頂戴しております何口でも可能です、えー、毎週毎日ですね毎日月曜日から金曜日まで放送している番組の中で七秒間のコマーシャルを、えー、放送します、えー、ですねあの広告以外のご支援というか、うん、あの百人委員会以外でも、ね、単発のご支援も本当に心からあのー 募っておりますのでぜひ、えー、お力添えをいただけたらなと思いますこのご支援方法はホームページにも掲載されておりますので、はい、そちらもチェックしていただきたいのとあとあの YouTube のチャンネル登録はい、えー、ぜひよろしくお願いいたしますそしてはい、いいなと思ったらぜひいいねでよろしくお願いいたします、うん、もう皆様のご支援だけが ねそうなんですそうなんですはいなのでこれからも頑張ってまいりますのでどうぞよろしくお願いいたしますそれでは本日も早速始めてまいりましょうまずは今日の北海道なんですがあとねあそうだちょっと言い忘れたはいあのあ最後にプレゼントをちょっと用意してるんでプレゼント企画おめでたいですねなのではい最後にちょっとあのお知らせがあるので最後までご覧くださいはいということでじゃえっと本日の今日の北海道ですね。 あの昨日の1月13日の放送の「うん、今日の北海道」でも、えー、小野寺勝さんと本間奈々さんが新聞でね、はいうん、すごい記事を読んでましたけれども <laughs> 私同心じゃなくてこれ読売なんですが「うん、アイヌ先住権提訴へ」っていう見出しをまず見て、うん、んなんか最初すごい勘違いしてしまって、はい、どこかの,あのアイヌ協会が。はい 紋別アイヌのあのおじさんを逆に訴えたんじゃないのってななんなんててここととしてくれるんだ正ろそう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  <laughs> 思ったんですけどそうじゃなかったもっととんでもなかったんですけど浦幌 <laughs> 町の浦幌アイヌ協会は水産資源保護法などで禁じられた河川での酒捕獲が先住民族が持つ 権利、先住権に当たるとして法律や規則が適用されないことの確認を求め国と北海道を相手取って訴訟を起こす方針を固めたということでね、うん、も,うもう昨日すでにご存知だったと思うんですけど、はい、びっくりしてしまって、うん、あの酒を取るその権利ってね、はい、まあそもそも日本人誰もどんなに申請したところで、うん そんな許可は下りないわけじゃないですか。漁をするね。漁をする。はい、はい。でも、あ漁、そうです、鮭漁ね。うんうん、あの一定の期間の時は釣りはいいよっていうのはあるけど。うん、でも、まあアイヌのというふうに認められている方たちは、申請をすれば。鮭のその漁ができるっていうことがありますよね。それ自体すごいことだなと思うんですよね。優遇、うん、措置だな。うん、<laughs> そうなんですよね。で、これ。 この鮭の捕獲を認めたらこの先住民族だからいいよねっていうことで認めてしまったら本当に何でもありになっちゃいますよね何でもありでしょうであの今年の8日でしょうか1月8日にあの的場光明先生がアイヌえっ、ー、とアイヌ問題集中講座というのを 始、ね、<あ>めてはい、はい、私もそれ第2回楽しみにしてるんですけれども、うん、その中でもおっしゃってましたけどあの鮭の量だけじゃなくて例えばあのお家、えー、と一家のあるが亡くなったり、はいはい、そこのおばあさんが亡くなったりするとそのアイヌは家を丸ごと燃やすっていうそういう習慣が昔あ昔,昔,昔あったりとかね、うん、例えばでもそれを復活させたいんだって言ったら <laughs> <laughs> できなくはなくなってきたりか何でったか何でもありになっちゃいますよね。 そんなことする人いないけどそれをやるたびに新しいお家があっ助成金で, <laughs> <品>で <laughs> そしたらもうやるんじゃないですかあ古くなったな、うん、あっそろそろ燃やすかっていやでも誰かなくならないとそん、はい、でもねありえなくないでしょ、うん、あの量もあの狐でも鹿でも熊、はい、でも、はい、毒矢を使って量をしたいよっていうのを先住権だ認めろってもしなしたら <laughs> 危なくてしょうがないじゃないですか。<laughs> かねったらね。でも本当に極端な話かもしれないけど、うん、何でもあれになってしまって。はい、で、本当に、あの、例えば、アイヌの系譜でね、あの、自分がそういう自覚を持って。うん いるまあ、日本国民北海道民もういると思い,い,、ね、いますよね。でそういう方たちがあのお家で伝わってたこの楽器を私極めたいんだと思ったり、うん、みんなにあの紹介していきたいっていうふうに思っている方もいますよね。でそういうふうにアイヌ文化を正しく調べてそれを伝えていきたいなって思ってる方たちにとっても、うん、本当に迷惑でしかないこの訴えだと思うんですよね。 うん、アイヌっってて何なの思われちゃう,思われちゃう、うん、それにねあのそういうアイヌの伝統云々っていう人って、うん、あのそれってアイヌってもともと伝統ってずーっと上から句伝でくるもんでしょそれ文字なかったからうん、うん、そうですね、うんそう 本で読んだやつだね <laughs> そ。そうそうそうなんな文字がないから記せないですもんね。うん、で口頭で伝えてきたりとかした、うん。まあもちろそれを残してる人いるんでしょうけども。うん、でもそれを見た、うん、まあ私あんまり和人っていう言い方とかも好きじゃないんですけどまあそういう方たちが記したものを見てとかね。であいぬ模様にしたって。ちゃんと調べてる方とかもいるいますしね。うんうん、ちゃんと調べてあの、うん、書いてる方もいますしね。うん。うんうん 僕もあのそういう関連の本っていうのは何冊かやっぱ持ってるし、はい、読みますし、うんうん、今も読んでるんですけども、はい、その中でねやっぱちょっと思うんですけども、うん、基本的にね誇り高いんですよ、はい、本当のアイヌっていうねっていう人は。はいうん、だからあのそれこそ日本人と同じであのお国のためにとかってそういう思いで一生懸命あの戦争の時もね、うん、あの 頑張ったって言ったらおかしいけれどもね、国に尽くした人もたくさんいるので、そういう人たちのことをね、うん、あまりにもね、ちょっとバカにしすぎ、本当そうですよね。うん、アイヌ自称アイヌの人たちがと、うん、思います、うん。本当に北海道はそうやってまあアイヌと言われる人たちと、うん、まあそのまあ日本人ニバ人と言われる人たち、うん、本当に共生というかね、協力して一緒に一緒にここまですごく豊かな北海道にしてきたと思うんですよね。うんうん そうですね日本のために尽くしたそのアイヌ、系譜フの方たちにも,、うん、も顔向けできないんじゃないかなと思いますね。だ,すねだからこれ言い方が正しいかどうかわからないですけども、うん、これ言ってもいいのかわからないですけどもあの施しをくれっていうのはちょっとおかしいなと僕は思うので、うん、それはプライドの問題になってくるんで確かに自立できないアイヌも増えてしまうでしょう、はい、このままではとは思います、ね。そそ、うん、それははは求求めめなないいいでででしょそうです求めてないですてねね、うん、の辺 とということで、なんかもうその、うん、なんかウポポイに関する記事とか <laughs> 関する記事とかも,もう両面でいろいろ載ってるんですけどどうなんですかね <laughs> なんかのっか正しい文化を本当研究して広めるのは面白いと思うんですけどね、うん、それぞれの部族のいろんなあの歴史について研究していろんな面白い ななんていうのかなだけど地域によったってその文化って1個じゃないからそ<う>北海道内でのうん、うん、アイヌの文化っていったって,一つに集約されてるわけじゃないそれをだからそれぞれ個々の,の土地であの、うん、見れる場所もあるしそれを調べて発表してくれた方がよっぽど楽しそうだなと思うんですけどねいい、うん、またなんかあの5月ぐらいから釧路でアイヌ文化体験の旅なんていうのもあるみたいでそういうのもねいいんですよ。 うん、いやあの僕基本あの北海道のアイヌもいるし樺太のアイヌもいるしっていうのはい、はい、まあ義理役とかいろいろありますけどもね、うん、そういうのいろいろあるけどもだけどもそういうのってあのもっとちゃんとしたものをきちんと調べて、うん、それこそあのそ,こそれより古い時代からもっとずっと調べていくことが大事でね、うん、それをきちんとあの発表していかないと駄なんで,そ,うで、ね、それをこう自分に不利なものをね 自分たちの言っていることに不利なものは受け付けないみたいな考え方っていうのは僕ちょっとあんまり苦手なんでうん、ね、そういうことは平気でしちゃうっていうのは僕は嫌だなと思ってねいつもその話は聞いてますけどもね。でアイヌの方も、うん、あの自分の両親父も母も両方アイヌですっていう方はいないじゃないですか、うん、もう今。で、まあ、おじいちゃんがアイヌ系だったり、うん、お母さんがアイヌ系だったり、うん、そうするとそのおばあちゃんね、うん、そうじゃない方は。うん わまあ、わいわわゆる和人なわけですよねそうするとその,その人たちの歴史を思い切り否定しようとしている人は <laughs> おじいちゃんの方だけ立てるのっていうかその <laughs> なんていうのかなあの今いろんな自治体でもね、うん、アイヌ政策をそのみんなに発信していきましょうっていうそのアイヌ新法に書かれているのでどんどん発信していこうとしている。 県都道府県がありますけれども、その中に隠れてる。ここが誇りに思うことって別にいいですけど、うん、そう誇りに思うのいいんですよ。でもその愛犬は和人に迫害されましたっていう文言が堂々とその国のホームページにの載せられている。迫害自体もあの学校のいじめ程度のもう程度したら悪いけど、学校のいじめみたいなものからあの国がやった政策からまるで国がやった政策のようなことの言い方はそれはまずい。本当私もそう思います。はい。 それはねきちんとしたものを資料たくさんあるんだから小野寺さんあたりは国が保護している部分もたたくさんありましからねそれに対して保護なんかいらない僕らは自立できるんだ僕らも同じ日本人なんだって訴え続けた方々もたくさんいるわけだからそういうのをちゃんとそううい誇りをきちんと持ってそうですね一緒に仲良くしましょう。ということでいろいろありましたど、今日の北海道はこんなところででは続きまして今日の特集に参ります。 はいそれでは特集ですねですね世界はいろいろあるけれど日本復活ってことでね日はまた昇る令和2年ですけどもあの去年末からで昨年末からですねあの今年にかけて国内もちろんですけども世界中でいろんなニュースかけ巡ってますねそうですね例えばですけどもアイ i ルに絡んだねそうですね同州愛あとカルロスゴーンの海外と国外逃亡とかね さらにあの最近中東でイランの革命防衛隊の特殊部隊コッツコボスとも言いますけれどもここの司令官のソレイマニさんこれを米軍がねあの殺したっていうことでそれに報復なんていう形になってますけどもすすごいでよねなんでいろいろあるんで僕もあの今回の放送何にしようか特集しようかとは迷ったんですけどもただ今回はほら昨年から 今年は一発目だということで、新年の、ネガティブなのちょっと置いといてっていう感じで、いね。たん置いといて、日はまた昇るまた昇るっていうタイトルで、日輪の復活みたいな感じのテクノロジーのお話です。テクノロジーそうですか今回はテクノロジーの話、たびたびテクノロジーの話、特集やるんですけども、今回は酸化ガリウム半導体っていうのをやろうと思って、酸化ガリウム半導体。 半導体って言今市場にあの話題になってますけど、いろいろあるっていうことですか。いろいろあるんですよ。<ー>で、まあこの三化ガリウム半導体によって日本の半導体産業、はい、まあ今までちょっとダメだったんですけど、これ大復活する可能性がありますよっていうことを<ー>ちょっとお話し,しようかな。大復活。はい。おお、ちょっと大量機かなんか用意しといた方が火 <laughs> <laughs> の玉になります。はい。まあまずあの半導体ってよく聞くけど。 っていう話なんですけどもこれを簡単に言うと、はい、これもう簡単に説明しますけども、うん、半導体っていうのはこれは電,電気の電動性からこれからまあ定義されてるんですけどもその物質,が、まあ、物質がどれだけ電気を通すすかっていうことで例えばあの電気をよく通す物質っていうのが、はい、あの金とか銀とかアルミニウムとか金属ですね。うんはい、でこれらを両導体もしくは導体って言います。お<ー>うん でこれに対してほとんど電気通さないもの、うん、例えばガラスゴムと,かとゴムとかねうん、うん、そういうものですねこういった物質を聞いたことあると思うんですけどつまり読んで字のごとくなんですけども半導体っていうのはその真ん中、うん、ああそうか。うん あ、そういうことなんですね。今初めて気づいた。つまり、条件次第で電気を通したり通さなかったり。すあ、条件次第でね。ああ、なるほど。なるほど。例えば温度が低い時とかはほぼ絶縁体の性能でで特性でで温度が上がっていくと、今度は電気が通るようになるとかね。あとはまあ不純物を混ぜたりする。そうすることによって電動性が左右される。 少しだけ不純物を混ぜることで電気を通しやすくしたり不純物の量によって電気の伝導性を制御することそれが可能になるっていうそういうふうに聞くと面白いですね理科も苦手だけど僕も理科ギリギリなんで無理なんて僕物理までの話してるんですけど苦手なことやってますけどねはい半導体の材料として有名なのは例えばシリコンそれとかゲルマニウムですね それが有名なんですけどそこにさまざまな不純物を追加してくっていう感じなんですけどちなみにあのアメリカにシリコンバレーって,ってありますよね、はいはい、あれはあのシリコン原料の半導体メーカーがいっぱいあそこに集まったからシリコンバレーって呼ばれるようになりましたっていうことなんですけどももともとそういうなんか本当に地、ね、名、はい、的なものか,なんか町の名前とかあじゃなくてその名前のか由来は由来、ね、そういうことですっていうことで。 まあ、とも、まあ、現在ではですけども物質そのものを半導体っていうよりも、うん、半導体を使って開発されたものを示すことが多いようです半導体を使って開発されたもの物質自体よりもねおーおー例えばダイオードとかそは,は,はい、はいはい、それにトランジスターですね<ー>、はい、発光ダイオードなんかっていうのもそうですね、はい、でこのトランジスターは小さな電流を大きくしたりオンオフの切り替えなどができるっていうあ<ー>増幅作用がある っていうこととスイッチング作用っってていいううののがあるる特性ななんです。なるほど。はい、スイッチオンオフで切り替わるということですね。ういうで,ね、はい、で現在はダイオードやトランジスタを組み合わせて回路を1枚の小さなチップにするあ<ー>そういうことによってそれを取り組む技術が発展しているっていうこといわゆるそれを集積回路って言いますね<ー>つまり IC です。う,ーんうん。 かそう IC カードとかクレジットカードとかチップ、かりやすすいでよねこれ、よく、ななんか人間がこれを作ったのかと思うと、すごいなという、すみません、レベルの低い話です、すごいな、スマホとか、パソコンですとか、ATM ですとか、電子レンジとか、免許証、パスポート、いろんなものですね、こういったもの、つまり半導体は現在の社会になくてはならないっていうことは間違いないんです、今はね、今はね、ご存知の方も多いんですけれども、かつてですけれども、1980年代ですけどね、この半導体。 この技術もシェアも日本がナンバーワンだったんですけれども。はあ、しかし現在はってなると、日本に大手の半導体メーカーはほとんど残ってません。うん,うん。あえて挙げるとしたら、大手の半導体っていうより、これメモリー系のですけれども。はい、あえて挙げるとしたら、元東芝メモリー。はあ、記憶者ぐらい。記憶者っていうとこあるんですけれどもね。はあ、はい。記憶,記憶者。記憶者っていう。記憶者。あ、記憶者。はい。っていうところぐらいですね。あ社名なんですね、これ、はい、ですが。 日本の半導体メーカーカがが現在でも検討していいるる分野があるっていうことそれはパワー半導体とも呼ばれる分野なんですけどもかつて日本のお家芸で現在では衰退してしまった D ラムとか、ね、あの記憶媒体つまりメモリーやマイクロプロフェッサーこういったものは信号を扱うんですけどもこれに対してパワー半導体っていうのは前先ほど言ったように電力を扱う,ものです、ね、うんメモリーじゃなくて、うん、信号とかよりも電力を扱うっていうことで。 すべての電子機器はこのパワーデバイスをけ掲載しているっていうこと<ー>で我々の身の回りに存在する電子機器はすべて電源回路っていうのがありますよね、はい、で電源回路にはすべてパワーデバイスが必ず組み込まれているうんうん、うん、じゃないと動かないです、ね、はい、はい、だから直流の聞いたことあるの、うん、変換コンバーターとか、はい、交流交換の,あのインバーターとか あと流を直流に変換する「整流回路」とかそういったものですよね単語としては聞いたことありますよねかね理科でやりましたもんねんかね。で代表的な日本の企業としてはこれはいくつかあるんですけども例えば三菱電機富士電機日立パワーデバイス東芝デバイスストレージで中堅の企業でもロームとか三堅電機とかあと新電源工業なんていうのも検討してます。 電圧別の市場のシェアランキングではこれは軒並み上位に入ってますからこの会社全部世界ではいこのパワー半導体のデバイスの性能を左右するのはそしたらどういうことなのか何が性能を左右するのかっていうんですけどもこれはの電力損失っていうのがあるんですけどもこれの低さつまり電気ってずっと貯めておくことはできない何をしても逃げていくんででこのパワーデバイスがン状態の時に生じるこの電 まあ電力の抵抗、うん、これによって消失電力っていうのが電力が消失してしまうんですけども、はい、これを通電,通電損失あ導通損失か<え>ごめんなさい導通損失つまり電気が通ってる間流れてる間にどんどん消えていく電気ですね。でこの電力抵抗温抵抗っていうんですけどもこれをなるべく低くすることこれが求められるっていうことね。 うんはい、そうすると長持ちするよっていうことですねそういうことですね少なくても大丈夫だしそしてスイッチング損失っていうのもあるんですよね<ー>これはまあオンオフの切り替えですね、はいはい、この時に消失するんですけどもデバイスの入浴容量を小さくすることで切り替え時間を短縮し損失を減らすっていうことですね<ー>そして耐電圧これを高くしようとすると音,音抵抗は上がりスイッチング時この時の時間が短縮される。スイッチ 入れたり来たりり来するときにより早くキャちチっと流すことによって電力を消費電力を減らすということですね。で音抵抗スイッチング時間耐電圧っていうのがパワーデバイス開発とはこの3社の均衡点を向上させることっていうことでねこうやって後ろ出てますけどもね3つの形ですけどもそして近年半導体開発が進んできたんですけどもこういった形でところがある問題が生じてきたってことです。それはですね シリコンパワー半導体、今までずっと使ってましたけど、これ、今も使ってますけどね、この進化の限界ですね。これで、開発が進んでいって、で、性能が、その性能がですね、シリコン材料の物理限界に近づいてしまったっていう、ああ、物理的に、そうです、アイデアはあるんだ、そうそう、理論上はできるんだけど、物理的に限界になってきた。 そして新たに半導体材料でシリコンの限界を超えようと開発が進んできたんですけどもはい、はい、現在では、ね、2種類の材料ですでに実用化が始まっているんですけれどもシリコン以外に一、はい、<ー>つはこれ単化ケイ素、うん、これシリコンカーバイトって言われるものなんですけど単化ケイ素て言われるものなんですけどもこんな感じもう一つこれが窒化ガリウム。窒化ガリウムはい うん、聞いたことないですけどね。はい、ただこのあの二つはね、シリコンの物理的限界。はい、うん。でこれ絶縁破壊限限界っていうのかな。はい。っていうのがあるらしいんですけど。うん。お<ー>これよりも約10倍も高い。あなるほど。はい、あしかも。はい。さらに。 同じ対電圧であればね、十分の一の薄さにすることができて、今でも薄い感じがしますけど、さらに、で電力損失も低くできる。でこれは使えるってことで消費が進んでたんですけども、根本的に大きな問題にぶち当たるんですけども、まあこっちです。あ、マネーですね。そうですそうです。あ、でもめっちゃココストかかるって書感じの。はい、そうなんです。お金のコストの問題になってきちゃう。 でもコストめっちゃかかるっていうズバリな感じでね、ああそうなんですか実際、どれぐらいな感じなんですかねこれは基板を作るのにすごくお金がコストがかかっちゃうらしいんですけど、これ、ウエハっていうんですけども、これのコストがだいたい通常のシリコンのウエハコストが平均1センチ平方メートルあたりですけど、100円以下なんですよね、なんですけども単価計測になると、これだいいた15倍。倍倍そうですね 実に15倍以上さらに地下ガリウムになると1平方センチメートルあたり大体4万円超えてしまう。<ー> ちょっととんでもないですね、はい、その開きはだからいいのできたなーって言ったけど、うん、どれどれどういうもんだーみたいな、ねうん、上司が持ってきて「いやこんなんできました」<laughs> おおどうだなこれいくらかかんだ」って「いや4万円ですこんなに使えないよ」って感じですけどね、はい、こんなのいっぱいでは商品化できないよみたいな感じなんですけどもただここに来て2010年頃からあのひっそり日本で開発されてきたもので、はい、酸化ガリウム半導体っていうのがあってこれががぜ 昨今注目されてきたんですよ。はい。ごめんさっきの何ガリウムでしたっけど、窒化。窒化じゃなくて酸化ガリウムってやつが。これがこの数年ですけど、世界中巻き込んだ研究分野になりつつあるんですけども、現在は日本は断然リードしている。あ、そうなんですね。え、そもそも酸化ガリウムってもうある物質ではなくて何かを施してできるものなんですか。酸化ガリウムの作り方？はい。よしグロ。はい、ありがとうございます。はい。はい、なんですけどもね。え。 ただ、これがあのちょっと注目した部分っていうのは、これはつ目にはね、これ、デバイスの基盤とか研究開発で、日本がもう断然先行してるんですよ、これに関しては,は。で、二つ目には、理論的な性能がですね、理論性能がね、これがシリコンよりも圧倒的に高くて、シリコンの場合の約3000倍。で、1500円のさっきの単価計争の約6倍、4万円の地下ガリウムの約3倍。 で3つ目の特徴は、製造コストをシリコンのパワーデバイス、うん、これに近い水準まで下げられる可能性があるっていうい可能性、まだできてない、今、450円ぐらいですらなないくらって言ってたか、ね、あでもだいぶね、そうですか。で、あの僕、ちょっと胸が熱くなったのは、このパワーデバイス向けの酸化ガリウムの研究開発ね、これは先ほど述べた、あのもう一回映像出る方、日本の大手中堅企業、ありましたよね、はい、パワーデバイス企業、ありましたよね。 こういったですね企業ではなくですねではなくではなく大手じゃない大手じゃないんですはい実はですね東芝ねじゃない、はい、三菱じゃない、はい、なんなんですか <laughs> これね国立研究開発法人であの情報通信研究機構っていうところがあって、はい、そこで三カガリウムのパワーデバイスを構想していた東脇正孝さんっていう方とほうほうあと2008年にですね京都大学で三カガリウムの まあ、新赤外線検出っていうのがあるんです、うん、あとサファイアの基板さっき言った基板の作るとかね、はい、そういうのとあとこれは僕もよく分かんないエピタキシャル成長などの研究成果を発表した藤田静雄教授っていう方それと村田製作所で LED、はい、これ用の酸化ガリウムの、まあ、単結晶基板っていうのを開発した、まあ、それを今度パワーデバイスに応用を考えていた倉玉くるん 倉田暁人さんっていうこの3人,、はい、3, 人3名の方がお互いにコンタクトし合ってそこから始まったんですあ共同でそうそういろんな情報交換研究,研究交換して<ー>そして2011年に本格的な開発がスタートした研究開発がと<ー>で現在では NICT この NICT っていうのはさっき言いました国立研究開発法人の情報通信研究機構っていうところなんですけども、はい、これ NIC ですねここ,のここと村田製作所 この2つからベンチャー企業のノベルクリスタルテクノロジーっていうのが出てきて、うん、で京都大学からはこれもベンチャー企業でクロスフィアっていうのが誕生したっていうことクロスフィアっていうのを、えー、と京,都京都大学からベンチャー企業として設立されたチームの名前みたいな感じベンチャー企業です今企業この両者が三角アリウムデバイス開発の今中核企業になっているっていうことですよね<ー> いやそ,うかそう、かだからこの3人から始まった、企業運営るんじゃなくてね、さらにここ数年で、このデバイスですけれども、<ー>この研究開発は、このベンチャー2社をコアになって、さまざまな企業と大学、あと研究関係施設、関係者たちを結んでね、うん、こう研究開発に参加する企業は続々と増えて、うん、まさにオールジャパンの様相になってきているっていうことなんですよなるほど、はい ただこの技術っていうのは特にあの昨年後半から世界が注目11月にこれ結構ニュースになってたんですけどもあの後半から世界注目していてまあ海外のベンチャーこれも開発に乗り出してきているんでうんただ日本はリードしてるんですけどもこういった半導体技術に関してはそしてね最も職種伸ばしてくるっていう国があるんでねそばにね今中国なんですけどもねで昨年年末から IR で話題になっている中国の例えば あのあの後ろにはあの国策企業の成果志向集団というのがいますからこちらはあの小野寺さんもあの、はい、秋元議員の IR 増収賄疑惑のときに特集してたんですけども中国共産党の肝入りなんです、ここ、ねうん、半導体関連の企業なんです、実は。 日本の,あの最後の半導体 D ラムのメーカーであったエルピーダっていうのがそこの社長を務めていてエルピーダの経営破綻後ですね2008年かなあのそ,のそれ以降昨年2019年に11月に中国志向集団の高級副総裁並びに日本子会社の CEO に指名されているのが 日本半導体メーカーを熟知している坂本幸吉っていうことでねこの辺もちょっとねいろいろつ,いつながってるんですね、はい、っていうことで,ですね。日本が 1980年代からリードしてきた技術、これがアメリカとのまあ経済摩擦によって、やっぱりだめになっちゃってっていうのはね、投資もどん音とだめになったんですけども、はいこれ、そういった教訓を生かすことができればね、そうですねぜひ生かしてもらわないと。うん、で韓国のサムスにポンに、ぽんと情報が全部取られちゃったってね、先ほど言いましたけど、一泊あ2泊泊二二日本の研究者が。そうですね、あのー、金曜日の、うん 会社が終わってから夜韓国に行って、うん、でサムスに情報提供して日曜日に帰ってきて何食わぬ顔で月曜日出社みたいなね <laughs> そういった数十人いるっていたっていうねう話トップの研究開発者たちだったっていう話なんですけども、まあ、そういった教訓を生かすことができればですね、うん、日本の技術がもう一度まあ 朝日となって、はい、で世界を、飲み台を照らす日が来るのではないでしょうかということで、今回、特集だったんです。なるほどね、日をまた昇る、はい、昇ってほしいし、はい、し希望的なものものす,そ,うですよそしてそれをもう漏洩させてはいけない、そ,ねえー、そこは強く。 言いたいですはいということで今回はいだええやーさせてもらいます希望でいっぱいになりましたさすが日本だほらねあのなんでか知らないけどさ最近あたら中国とも仲いいですからねなんでか知らないけどはい。そうですねなんで売っちゃうかな情報はい。まあ僕もあのあんまり得意な話はなかったんでただ間違ってる点はあるかもしれませんがはい その辺は何分ご,、はい、ご,ご了承くださいということでね。<laughs> はい。はい、いやでも非常にあのー。大まかなお話ではあります。うん、そうですね。はい、あのこれからに期待したいというか、はい、応援していきたいニュース特集、はい、特集だったなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。 えっと、トッなりますけども。はい、希望はありましたよね。少しはね。そうですね。<laughs> 希望はありましたけどね。はい、お知らせちょっとあるんです。あ、そう、先に、じゃ、こちらからいきましょうか。はいはい、えー、今、毎週、あの、行っておりますけれども。国盛州北海道の街頭演説をしております。はいえー、次回は1月18日土曜日。木伊国屋、紀伊国屋書店前で。うん 午後2時から4時まで、うん、習近平氏の来日の、ねうん、国賓で迎えることに対する反対の署名活動そして会戦<や>をいい、ね、はいしておりますのでぜひね<ー>あの入ってくださいデマとか流そうかなデマ、うん、た例えばいやなんか世界中から日本に習近平さんを狙って、うんうん 暗殺者たちが続々入ってきてるぞって。いや入ってきてるんですよ。危ないから来ない方がいいぞみたいな。来ない方がいいですよ。金平さん本当危ないですよ。やられますのでっていうまあデマをね。あでもデマじゃなくなるかもしれないね。わからないけど。うん。あとはあのちょっとあのウソンコであの申し訳ないけど陛下にちょっとインフルエンザがなかりましたみたいなね。陛下がインフルエンザにお召しになられてちょっとあの会えない。あそれはお会いできません最悪ね。 残念でしたねっていうこととかね、なるほど、ちょっとあわりで、すねちょっとまのでということで、その街頭演説ですね、署名の活動が18日土曜日にありますが、弁士として登壇されるのが澤田栄一さんと本間奈々さん、国盛州北海道代表の本間奈々さんといらっしゃいますので、ぜひ2時から4時までお越しいただいて、そして署名のね、していただきたいなと思います。やっぱり <え>今このタイミングで習近平さんに国賓はないだろうと思いますので世界中がね問題になっているの、うん、今、香港、はい、も問題ですけれども、台湾があれだけね、対勝してね、はい、もういろんなところで喜んでるところでね、うんはい、国賓さえエブさん、と連れてくるよそね。そう そうですよ、ねあ。いいですね。<laughs> <laughs> ぜひサイ総といらしてください。切り替え切り替え。あですね。本当本当明るく明るく。そういう方。周さんからサイさんに切り替え。そうですよ。うん、本当にあのまあ反対署名やってますので、うん、えっと電子署名もありますけれども、まあインターネットではなくその場に来てねお名前と住所と、えー、書いていただいてということで、で来られない人はあのダウンロードもできますので、うん、ぜひ、えー、名前。 直筆で書いていてただきたくさんの方に書いていただき、ね、住所と、うん、そしてあのファックスではなく郵送で送るということになってますのでぜひ国盛集のホームページも確認していただきたいと思います。はいはい あと、プレゼントね、そうだこういうチケットがありまして、何のプレゼントスキーのジャンプ、スキジャンプ雪印めぐみるふくはいっていうのがですね2月の11日にありまして、こちらのほのねもし興味ある方いらっしゃいましたら、いや、興味あるんじゃないですか、大倉山で大倉山でやりますから、あったかい格好していってもらえばいいんですけど、こちらの方を何人だ、ペアで、二三5組、10名さん。 ペアで5組10名様にそのジャンプの入場チケットプレゼントということですねあともう一個、これは共通で使えるやつなんですけどももう1戦終わっちゃってしまったあと10戦国内大倉山あるんですけどもそれを共通でワールドカップ以外ですけども見に行けるチケットっていうのがありましてそちらの方はいつ行ってもいいんですけどもそちらの方をこれもペアでこれは3組様の方はペアで三組6名様。 差し上げようと思いますんで、もしよろしければ欲しい方はどうしましょう？メールですね。メールでご応募いただければで抽選になりますけれども、発送を持って返させていただくっていう形になります。そうですね。期限はえっと22日。22日水曜日でしょう？来週の水曜日、週間ぐらいですね。えぜひ放送をチェックしたら皆さん応募していただいて、あ書くんじゃない？メールですね。メールでお願いします。はい、こちらに送っていただきたいと思います。はい。ね、ということで今日は。 はい。お、こういう形でした。そうですね。まあ、なんか。暗い話はやめましょう。そうですね。あの、まあ、そうですね。そうなんです。皆さんの計り知れないところで、ちょっとね、いろんな話も盛り上がったりして、ちょっと、あの、暗くなるところだったんですけれども。まあ、あの、やっぱ紅白で。そうですね。今年令和2年も明るくいきたいなと、で、私令和っていう、どうですか、言語も僕は。 私もいいいと思います、はい、元年が今回あの8ヶ月ありましたねはい、はい、昨年の5月1日からえ令和に切り替わり8ヶ月そしてまあ令和2年、はい、2> なんか元年が終わるとちょっと寂しい感じがするんですけれども、うん、これから新たなスタートということで、はい、でも世の中にね元号ってそんな日本だけでしょ使ってんの、うん、もう西暦ともう和暦と面倒くさいとか分かりづらいっていう人がたまーにいるんですけど。 どこがと思うんですよねうん。どうなんでしょうね。うん、ま、まあ、使い分けてきたじゃないですか、ずっと。西暦怪しいからね。<laughs> そっいや,、ま、いや、本当に怪しいんですよ。うん、そうなんですか。本当にね、なんか200年ぐらい吹っ飛ばしてんじゃないって話もあるんで、<laughs> 実は。えー、実は本当はある。あ、そうですか、はい。あの、かつてね、ヨーロッパでそれこそミレニアム1000年ぐらいの時かの時に200年ぐらい吹っ飛ばして勝手に。 年にしてえててねのっっいう話があそうなんでですね、まあ、でもそのまま来ちゃってますからね今更どうしようもないけどっていういてじゃあ今度は「ばれきオンリーで <laughs> で、ね」で <laughs> それもあれだけれどもでもその例えばね「その大化の改新」とか、うん、645年ですね、はい、それも「大化の改新」って言えるから分かりやすいじゃないですか、はい、645年の改新とか言われても分かりづらいですよね。うん、た,ただほら 明治とか平成とか令和とかって、それも僕ら生きてるんで、かっちり分かってる。そうです、そこの数えがあっていいんじゃないですか。しかもそのね、昭和だってね、昭和の歌姫とか言われたら誰か思い浮かべる人とかもいるじゃないですか。例えばね、ひばりさんとかね。マラヤキャリーと違う。誰？マラヤキャリー。まあ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 ね、まあそう思う人も。だからもうその言語って私は素晴らしいなと思うんですよね。というところ。いいと思います。令和2年もあの。 明るい気持ちで、ね、はい、なんとか。世界はいろいろあるけれど。あるけど、そうですね、<laughs> 世界はいろいろあるけれど、はい、私たちせめて日本国民心を一つにして。はい、あの、良い国づくりをしていきたいなと思いますので、はい、これからもどうぞよろ,、ね、よろしくお願いいたします。明日も放送ありますんで、どうぞ。はい、お楽しみに,しみにください。ありがとうございました。